次に二等大使聖保内田寺長岡直行氏志田寺岩見敏夫十一代宗家ご奉納お願いいたします。
ました。宮本武蔵刑法2点一流について若干説明させていただきます。武士が戦死した時に腰に刀を1本刺して死亡しているのにヒントを得て、なんか二刀で戦うことはできないかと考え、祭りで太鼓の日本鉢を用いて叩かれているのを見て、これを剣術に用いるという典型の一刀流を発案されたと言われております。日本刺しで木刀を用いるというようになったのは、日本刀の刀民の行動上崩れやすいと、勝負の最中に刀が折れる、これを嫌って木刀にしたと、こういう説がございます。なお宮本武蔵創出兵下二天一流の葬儀代々受け継がれておりますが、平成15年に小倉城庭園精神直道の日の前に小倉大寿の弱虫第一代宗家を哀悼して、これを記念いたしまして毎年木の前で奉納演舞公開を行われております。以上付け加えます。